花のアレスピー。今日は、メイク動画なんですけど、ただのね、ただのメイク動画ではなく、何でしょう、二人羽織メイクにチャレンジしたいと思います。イエーイ。ほぼ目隠しじゃない？そうだよ。頑張ります。だから今ね、ノーメイクなんです。あ、でも一つだけ、あれ、眉毛なんですけど、眉毛が、乙女の眉毛は描けねえなと思ってしまったので、眉毛だけ今回あります。眉毛だけは。はい、じゃあ早速二人羽織メイクやっていきましょう。おお、ただの頭しか見えない。よいしょ。え、もうわかんない。はい、じゃあカナがメイクをされる側、ノアがメイクをしてくれる側です。イエイ、気持ち悪い。はい、じゃあノアさんお願いします。スタート。これアイシャドウ？アイシャドウ。怖いぞ、誰のアイシャドウ？いや、怖っ。涙袋とかのやつがあるみたいなって言ってたんで、それつけます。どこだろう。え、この辺かな。アイライナー。いやー。目どこだ。はい、前髪出ました。 OK、 ここですね。待って、ごめん、刺さったかもしれない。まあ、リップ出てきた。完成でーす。完成でーす。いいよ、見て。見ていいの？うん。全然全然ありじゃない？あり。最先端の電話流行るかな。いきまーす。お願いします。どうぞ。アイシャドウですね、まず。いきます。ごめん、目つぶって。つぶってます。これね、これね、目です。おじんで、なんか最初の上手。うん、いったこい。あ、でもいい感じかもしれない。最後に、最後にリップですか？うん、いい感じ。めっちゃいい感じ。OK ですか？どうの顔、完成。完成です。キラキラ。どうどう、可愛くなったんじゃないでしょうか。いいんじゃない。私結構上手だと思うよ。誰か食べました？私誰食べたんだろう。やべんだけど。ひどい。ひどいスラダ。はい、ということで今回は二人羽織メイクにチャレンジしてみました。結果はこんな顔になりました。やばいやばい。まあ楽しかったね。楽しかったね。後でちゃんとメイクし直しましょう。し直しましょう。はい、じゃあ終わりです、今回。はい、ということで今回ね、やってきました。見てくれてありがとうございました。最後まで、ありがとうございました。面白かったなって思った方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。待ってます。待ってます。はい、ということで次回も、あ、ちょっと反応が詰まった。はい、ということで次回もお楽しみに。バイバイ。なんかお泊まり会とか、お泊まり会とか楽しいよ。楽しんでやってください。ひどい。